はいどうも、デッドバイデイライトやっていきたいと思います。今回もですね、ゲロおばさんことプレイグを使って遊んでいきたいと思います。で、前回はダメージゲロをそんなに、なんて言うんだろうな、よく活かせなかったんで、今回はこの一番最初から汚れてる状態がからこの泉がねスタートするやつと、持続時間が長くなるやつ、これを持ってきたから、これ有効に使っていこう。一個汚れてんのでかいだろ、朝褒めおばさん。ただこれ索敵がね厳しいんですよね、なかなかに。このキャラクターバーベキュー&チリとかねえからな。ささいきもまだ1なんすよね。クロちゃん見つけちった。結構見失うんだよな、すぐ。あれ反対側走ってったよな、今違う人だった。おばちゃん視線切るのやめて。でこれで貯めると、ウィーンオッケー。もう一人もダメージ与えられてでけえぞ。やっぱ長えな、3、4発分の持続時間がある。ワンチャンチャンクロ近くにいんじゃねえか、まさかね。ないよさすがにね。でこんなことしてる間に発電機回っちゃうし、なおかつこのちゃんとねゲロをこの人に当てないと体直してくんないから、見えないんですよこれ。ここの小麦畑、助けに行ったかな。この近くにいると思うんだけど、一人あいたね、じいちゃん。ゆいー、ただこれゲロ進行すんじゃない、助けに行ったな、ついでに。行ってない。あ、いやこれクロちゃん普通に追うか。今破滅見た。そこ強いんよな。あ、ここ閉じてる。これラッキーかも。体直した。あー、ちょっと待って、やっぱ強いわ。嘘ついた。やっぱ強いわここ。これ次も追いつけるか分からんぞ。ここ板ないんじゃない。うい、道中に破滅あったのバレちったな、きっと。で、あのお濁された湖目指していこうか。普通に歩いていいや、ここあんまりこの通常ゲロ、まあ、見つけたら当てるぐらいの気持ちでいいや。なんか今近くでザザって言ったような気したんだけど、そこ回してんな。だいぶ離れた。そのまま助けに行ったか。目の前助けてくれるとありがたいんだが、そんなうまいこともいかないか。くっそ、この状態だとみんな隠れちまう。助けていいっすよ。くそー、ねえ、雨、もうちょっと射程があればな。うい、もう一発いけるか。OK、 これよ、やりたかったのはこれよ。この辺助けられるだろさすがに。ただこれゲロはゲロでもあれだからな、あんまり意味ない方のゲロだから、体が衰弱するわけではない。あ、ちょっと待って、破滅あった、忘れてた。はい、なんだジジイ、やんのか。どこ行ったか分からんぞ。なんだよマジで。通常の足の速度なんだよな。なんなんや。あ、出た、ナイス。あ、離れた離れた、マジか、上手ね。
こ強えかんな。あ、そっち行くのか。そっち行ったら終わりじゃね。あんのね。しかも体の判定でけえな。そこの窓枠ぐるぐるしたい。まやかし欲しいな。今ダメージゲロだったら強えのに。あ、今いけたな普通に。もう無理じゃない。こっち側ってもう何もない。あ、でもやっぱ足遅くなるのかな、ゲロ吐くと。なんかそんな気がせんでもないぞ。でクロちゃんが半分いってるから、クロちゃんは次っつったら終わりと。申し訳ないけど破滅ありきだなやっぱりっていう気がしてならん。これゲロかけとこうちゃんと。反対回りで来そうだけどね。あ、悪いことしたのこれ誰だ。あ、これネアだな多分。これの予想、これさ、これではめて、これあれだからこうなるからこれやばいこれ好きなんだけど、これ角はめされると格差食らうんだな。キルビリのチェーンソーみたいなもんよ。さあこう蹴って、あっち側は行かなくていいか。いや、そんなことないな。ちゃんとかけといて、でダメージゲロにしよう、しっかりと。待て、なんかいたけど、ちょっと待てや。あ、じいちゃん終わりだこれで。これ無理じゃね。しかもこれ多分ね、ストライク無理じゃないだよね。はい、さあこの時間がある間にあっちで体直したから、あ、こういたんじゃね今いるかもしんないけど。あ、待って待って待って、なんか走ってんぞ。共通小屋か。いや違うわ、クロちゃんめっちゃ走るやんさっきから。あんなんや。もう一発行きたい。いや無理だな。 OK、 クロちゃんもう終わりだからね。まっすぐ逃げると思った。あ、それは無駄遣いではなかろうか。ちょうどあそこにしかもおだくされたやつがあんな。素晴らしいね。あそこつって終わりだ。でリーチがあと2人、これ悪くない。発電機をしかもあんまり回ってないと思うんだよな。 OK、 ゲロチャージしたまま歩くと。なんか板当てられるとなんかね、なんて言うんだろう、その無効化される、こうなんかこの強いゲロ状態をなんか強制的に解除される時あるんだよな。バグかどうか分かんないけど。どこにいるか全然分からん。あっちも回ってなかったしな。あ、いるわ。これで終わりだ。はい、もし初めてだね、初めてさん。こういう時はあのクソ回ってるところの近くに釣ってあげよう。なんかストライクも安心できるよ。なんか90秒間変な話マジでトンネルしなかったら食らう必要がない感じがするんだけど。あれ、もしも2回目だっけ、初めてじゃなかったか。嘘ついたわ。これちゃんとゲロ吹きかけとこう。ゆいー、これ遅延をかます。真ん中はそこそこ回ってたんだよな。でこれも蹴ると。どっちか見つけてえな。どっちもリーチなんだよな。あの人いつ釣ったっけ、全然知らなかったんだけど。あ、こむくっそ回ってる。やめてくださいよちょっと。あれ今いた、あ、じいちゃんか。あれこれ無理じゃない。いやー、ダメか。 OK、
負傷してるからありがてえな。あと2台か、ワンチャンつくかもな。全部違う人入った。これじいちゃんだよ。じいちゃんでもそこ飛んでもなんもないぞ。こっちも、あ、こっちは割ってない。終わるか。いや、じっくり行こうぜ。ここ好きだな。あれ、あっち行ったのか。足跡、ここ交代してる。じいちゃん板全部使う気だ。はい、なんか最近よく見失うんだよな、足跡。ここにあれだ、覚えとこう。あ、まだ使わない。そこ飛ぶのかな。あ、やばいなこれ、普通に終わるかも。で、そこで板使うのかな。アドレナリンやんのかよ、マジか。これきついな。じいちゃん追いたくねえな。あ、でもアドレナリン使ったから追った方が良かったか。疲労になるもんな。あ、いる。まだ？まだか？オッケー。スマ着じゃないな。これ多分じいちゃんやるの無理なんだよな。行くか一応。じいちゃんの救助心を多分もう開けられると思うんだよな。じいちゃんしかもこっち側開けたしね。いや無理だな、もうゲートにいたわ。アドレナリンとは思わなかった。最後はクソ回ってる発電機3つとあれだもんね、アドレナリンにやられたわ。じいちゃんに良心があるなら助けに来ると思うけど、まあ無理だからね。一人はさすがに救助いけないからね。ただボロタイ持ってたよな多分あのじいちゃん。終わりと。まあリーチだったけど惜しかったね。まさかアドレナリン持ってるとは。まあネロじゃねえや、ネアをゲロまみれにできてよかったでしょう。まだ出ねえのかじいちゃん。あ、出たわ。そして3人釣りなのに不機嫌という。お宅の持続時間長くなるのいいかもね。でもそれよりやっぱあれかな、通常ゲロの強化した方が強いかもね。どっちかな。あと探知系パークやっぱり欲しいな。